10月15日、世田谷区の池尻小学校で小中学生を対象にしたマスボクシングの大会が行われました。マスボクシングとは、お互いが接触しない安全な距離を保ちながら行うボクシングで、近年ではフィットネスの一つとして取り組む人も増えています。コンセプトとしましては、児童たちの体幹向上、集中力の向上、反射動作の向上、この3つの要素を大事にしまして、健康の増進に向けてこのマスボクシングというものを開催しております。大会のゲストとして、元世界王者の具志堅用高さんと川島勝重さんが登場し、出場選手へエールを送ったほか、川島さんのエキシビジョンマッチが行われました。試合は階級別に行われ、選手たちが素早いフットワークや鋭いパンチを見せると、会場からは大きな声援が送られていました。また試合の合間には、具志堅さん、川島さんとのミット打ち体験も行われました。楽しかったです。相手に当てないように打つっていうことですね。初心者の子から結構いろんな人もいて、とても楽しかったです。自分が練習通りにできたのが楽しかったです。